ありがとうございます。私のわがままに付き合ってもらって、あなたの大切な日に二人きりでゆっくり過ごしたかったんです。少し遅くなりましたけど、お誕生日おめでとうございます。それとこれを。誕生日プレゼントというとちょっと変かもしれませんけど、私の手作りのお弁当です。あなたの似顔絵を食材で表現してみたんですよ。この料理もこっちの料理も見覚えありますよね。ぜーんぶ今までの旅であなたと一緒に食べたり作ったりした料理です。このお弁当には8年の思い出の味がたくさん詰まっているんですよ。喜んでくれたら嬉しいです。あなたもお弁当を持ってきてくれたんですね。どんなお弁当なんでしょう。ワクワク。あ、これって私ですか。ありがとうございます。なんだか照れちゃいます。考えていることは一緒なんですね。お互いがお互いのことを思い合って、なんだか素敵です。あの、このお弁当食べる前に並べてみてもいいですか。ほら、できました。あなたと私が隣同士でニコニコしてます。これから先もずっとこんな風に笑顔で笑い合える旅を続けましょうね。誕生日おめでとう。今年もお前を祝えて嬉しいぜ。もう恒例になっちまったけど、誕生日プレゼントのリンゴだ。受け取ってくれよなって言いたかったんだけどよ、今年は不作だったみてえでいいリンゴが手に入らなかったんだ。でも代わりに面白いプレゼントを思いついたんだぜ。ほらこれだ。リンゴの苗木だ。想像つかなかったろ。いいリンゴが見つからないなら一から育てればいいって思ってな。オイラとお前で一緒に育てるんだ。楽しそうだろ。オイラたちが協力して育てたら全空一のリンゴができちまったりしてな。オイラたちの旅は過酷だから、この先どんな困難が待ってるかわからねえけどよ、お前と一緒じゃなきゃどんなに立派なリンゴを育てても意味がねえんだ。これからもずっと一緒だぜ。一緒に旅をして一緒にこいつが実をつけるのを見届けるんだ。約束だぜ、相棒。
得意点の誕生日か。めでたいな。あなたの生まれた日なのですね。おめでとう、得意点。アラン、空は変わらずだ。報告でも入ったか。そう。ハッピーバースデー。あ、誕生日、おめでとう。誕生日ってそわそわするよね。誰も覚えてないかもって恐怖と隣り合わせの一日だから。